これね、アマゾンで仕入れてるんで、当然このカードあった方がいいですよねという質問が会員さんからありまして、そういえばそうなのかなと、ね。まあ、そういえばそうなのかなってことは私が持ってないんですけど、私の場合はね、まあ、旅行が好きなんで、マイルが貯まるカードを最優先で作ってるんで、まあ、特に、ね、1%とか2%のポイントだと目、ね、もくれず、 えー、ユナイテッドのマイレージプラスカードっていう、えー、カード、セゾンのカードでね、えー、マイルを貯めてます。で、まあ、私の会員さん、あんま海外旅行行きませんとかね、えーまあ、マイルは興味ないって会員さんが割と多数派なんで、まあ、そうなってくるとやっぱ買い物するところのね、カードは作っといた方がいいだろうと。ねえー、楽天で買うなら楽天カード、ヤフーで買うならヤフーカード。 アマゾンもそうなのかなと思って調べたらね、なんと驚いたことに、アマゾンカード、あんまり魅力ないねということがね、判明しました。まあ、それについて解説します。まあ、あの、あんま魅力ないねで作っても作らなくてもいいっていうことなんですけど、まあ、結論はクラシック作った後でゴールドカードにアップグレードというやり方なんですけど、うん、まあ、別に。 手間かけて作んなくてもいいんじゃないのかなというのが結論です。そんなわけでね、まあとで目的別のおすすめカードの記事作ります。例えば、私の趣味で作ったマイルを貯めてね、無料でビジネスクラスとかファーストクラス乗ってみたいとか、まあ、国内旅行の航空券ね、えー、ただで手に入れたいという人には、まあ、私と同じカード、ユナイテッドの、えー、セゾンを提携している、ね、セゾンのマイレージプラス、プラチナかゴールドがおすすめ。 でこれ、リンク先記事なんですけど、これ古いんでね、もしそれもっと詳しく知りたいとか、えー、ホテルもタダで泊まれないかとかね、えー、なんかあればあの調べて記事にします。で、あるいは、もう旅行なんか興味ないよと、とにかくあの少しでも還元率がいいカードが欲しいとね、ね、えー、いうのがあればそれ調べます。あるいは、自己アフィリで稼ぎたい、まあこ。これがね、一番おすすめなんですけど、もう今、会社員で副業でやってる人はね、 カード作作れるうちにガンガンンっいいいた方がいいです。本当、ね、独立した後ね、あのゴールドカードとかね、プラチナカードとか作れなくなります。アメックスなら使えるんですけど、年会費8万円でね、限度額20万とか、なんかあの、バカにしてんのかっていうようなね、あの比率のカードが出来上がるんで、まあ、あの会社員のうちに1万円以上の。 ね、セルフバックがあるカードをガンガン作っていけばどのカードがいいかなってんじゃなくてね暇な時にそのカードのポイントとかね得点とか調べて有利なカードを使っていけばいいんでまあ考えずにね作れる時にカードを作っとくっていうのがおすすめなんですけど、まあ、私もそうしてね一時カード20枚以上持ってましたかねっていう時があったんでまあそういうのがおすすめなんですけどまあ割と堅実な会員さん多いんでねそんな名前もカードいらないよと。 そんな名前もカードいらないよっていうのでね、アマゾンのカードを使い分けようとしたときに予備カードがないとかいう事態が発生したんであ、これはもう積極的にね、予備カードを作っとかないと不便だなというのでね、最近カードの記事をチクチクアップしてます。ということで、こういうカード欲しいっていうのがあれば、リクエストがあればお気軽にね、それに合わせた記事を作ります。で、前置きなくなっちゃったんですけど、まあ、本題のどうでもいいアマゾンカード。なんでどうでもいいかというとですね、 何しろ、まず、カードのメリットを補ってあまりあるデメリットって言わないか。いや、そっか。些細なメリットを台無しにするデメリットがあります。アマゾンカードを標準の支払い方法にしてると、あのクーポン割引とかそういうのが、ね、無効になっちゃう。ね、何言ってるのか分かんないと思うんですけど、私も初め見たときに、いや、そんなことは何かの間違いだろうと思って、調べたらね、間違いでも何でもなかったんですけど、 まずアマゾンカードを作るとね、ポイントがクラシックだと1.5%、プライムだと2%、で、ゴールドだと2.5%還元されます。されるんですけど、アマゾンね、割とね、このクーポンくっついてることとか多いんですよね。10%割引クーポンとか。 えね、あの1000円割引クーポンとかついてますこのクーポンって書いたオレンジのがあるやつなんですけどでそのコードを入れるとか、ね、自動で適用されますって言ってその割引になるんですがなんとアマゾンカードを使うと例えば10%割引のクーポンがあったとしてもアマゾンの1.5%還元あるいはプライムの2%還元でクーポンが使えないと。 え嘘でしょうと。上乗せされないの分かるけど、普通、有利な方を選んでくれないかいって思うんですけど、なんかね、有利な方を選んでくれないです。アマゾンカードを使うと、アマゾンのこの2%、あるいは1.5%、または2.5%のポイント還元が優先される。これ、クラシックカードでね、回避無料で作ってもね、あの何件かそのクーポンでへまると、吹っ飛びますんで、 アマゾンカードを使ってもね、メインのカードには使わない方がいいという、本末転倒なことになるんで、それ考えるとね、いやいや、どうせ同じ手間かけるならね、あの、普通に自己アフィリィでセルフバッグのあるカードを作った方がいいねと思いました。まあ、それでもね、一応カードを少ない人は作っとくのも悪くなくて、 えー、いいのか悪いのかはっきりしようって感じなんですけど、カード少ないんだったら、まあ、とりあえずね、あの、話題もですよね、じゃあ Amazon のカード作っとこうかなって言って、えー、作るのもありかなと、ね。で、クラシックカードだったら入会ボーナス2000円のポイントがつきますんで、まあ、入力に15分かかったとしてもね、まあ、15分で2000円もらえりゃいいんじゃないのという感じです。で、年に一度でも買い物すれば年会費無料なんでね、えー、クーポン割引とかそういうのがないのでカードを使ってれば、えー クラシカだったらタダで作れるで。ゴールドカードね、えー、昔はね入会ボーナス3000ポイントあったみたいなんですけど今なくなっちゃいました結局ねプライムサービス使ってる人は、えー、一手間かけると年会費無料になるんで、まあ、これは年会費無料のゴールドカードが欲しいという人は作ってもいいのかなと。 まあその場合も多分クラシックカードを作ればねゴールドカイになれる人はゴールドにアップグレードしませんかとでもしかしたらなんですけどあのアップグレードの時はなんか得点がつくかもしれないんでクラシック作って2000円もらってからアップグレード待った方がいいとアップグレード来ないんだったらこっちからアップグレードするで実質年会費無料にするのがめんどくさくてですね、えー、まずリボ払いにしないすると年会費が半額になります 一万八百円が五千四百円になると。え、リボ払いなんて嫌だよ。利息を払いたくないよと、ね。と思うと思うんですけど、まあ、これ、あの、初回の手数料がないんで、え、ですから、え、度額と同じ金額に、え、リボ払いの金額を設定しとけばね、例えば、限度額が百万円だったら、百万円っていうふうに毎月の支払い額設定しとけば、実質、え、一括払いと一緒なんで、利息かかんないです。まずこれやっときます。 で次に Amazon プライム会費が無料。4900円無料ですね。でそれから、えー、カードの利用明細を Web、えー、明細サービスにすると。郵送じゃなくて Web にすると、年外費が1080円引きと、えー。これ足すと、えー、4900円と、えー、1080円ですから、5980円と5400円足すと、もう年外費無料という形ですね。でその他、ね、空港ラウンジつく、保険つく。 ね、ただ、このね、ゴールドカードで入れるラウンジって全然大したことなくてねあの、ビジネスクラスとかファーストクラスの時の航空会社のラウンジはそこそこいいとこが多いんですけど、まあ、正直、ゴールドカードのラウンジって、なんか、なんだろうあの、空港の中の空いてる喫茶店入った方がはるかに空いてて快適です。だから私はほとんど使わないですからね、うん、まあ、あんまりこの,このラウンジは期待しない方がいいと。 保険,保険もね、これ、ついてるんですけど、まあ、正直、サービスのいいクラシックカードだったら、そのぐらいの保険ついてるよねという保険ですし、三井住友の保険がね、甘く使えるのかどうか分かんないんで、っていうか、甘く使えるとはちょっとあんま思えないんで、まあどうだろうと、ね他のカードで保険入ってるゴールドカードがあるんだったら、別に、えー、これ、ゴールドいらないんじゃないの、普通にね、プライム回避、払ってた方がいいんじゃないのかなという気がします。 でね、カード、カードの会員限定の割引セールあるんですけど、全然そそらない割引セールしか今までやったことないんで、まあなんでしょう、アマゾンはこのカードをあんまり積極的に進めてないのか、あるいはね、アマゾンの威力で、あの、あんま大した得点なくてもみんな入ってるのか分かりませんけど、まあ、正直、ねあ、自分はこれはもう作んねえなというカードでした。ゴールドカード持ってない人は、ゴールドカード。 ね、無料、年会費実質無料なんで作ってもいいですけど、まあ、そうじゃなかったらいらないなというのが今回の結論で、まあ、このアマゾンのね、カードの申し込みしてる時間は、自己アフィリーであの1万円とかね、2万円、下手したら2万円とかもらえるのありますから、それでそっちの,そっちのセルフバッグをゲットするか、あるいは商品一つでも探した方がいいなというふうに思いました。 質問してくれた会社さんにはね、まあ,あのクラシックカードとりあえず作ったらどうですかとよう返事したんですけど、よくよく調べてみたらね、うん、まあ作れば2000円入るんで、まあ、損じゃないけど、うん、いらないかな。ね、なんかいや、うん、どう考えても魅力を感じないカードでした。そんなわけで、クレジットカード。ね 調べ始めたときはね、こっちを作ってこうして、ぜひ Amazon で買い物をするんで作っときましょうという話になるのかなと思ったら調べてみたらね、驚くほど魅力のないカードでした。そんなわけでまたカード情報はおいおいアップしてきますので、リクエストあったらお知らせください。以上、Amazon